献金などをしながらずっと子飼いにしてる人間たちいるんですよ。そういう人間を一人でも多く議会に送り込んだらどうなるかって言ったら、議会の半分以上自分たちの手下で埋まったら何が起こるかって言ったら、どんなルールも作れるんですよ。どんなルールも変えられるんですよ。だから何一つ悪いことしてないんです、本当は。皆さんから絞り取って株主に献上するような社会を作ったとしても、一つも違法行為ないんです。違法行為に当たりそうなものはルール変えてしまうから。こんな状況の中でこの国を変えられる存在は誰だって言ったら、あなたしかいないってことなんです。あなたの力なきゃ変えられない。でね、これ消費税の話今しましたけれども、この消費税どこまで上がるの？だってみんなの社会保障のにほとんど関係ないんですよ。影響ないんですよ。この消費税上げろ上げろと言ってるのは誰かって言ったら、自民党の屋台骨的存在、経団連です。日本経済団体連合会、経団連、日本の中にある大企業の2000社ぐらいの者たちが連なっている連合体。この中に経団連関連企業のお勤めの方がいらっしゃったらごめんなさい、あなたを責めてるわけじゃない。この経団連たちは必ず政治に対して提言します。これをやった方がいいよ、あれをやった方がいいよ。でもこれね、提言って言ってるけど全部命令なんです。なぜか全部叶ってるから。派遣労働、これをより広げていけとか、より解約していけというような内容もずっと提言されてきたし、それだけじゃなくて外国からより安い労働力入れろということも命令し続けてきた。これに関しては入管法の改正、2017年、より安い外国の労働者を日本に呼び込むようなことが可能になった。今はコロナで足踏みしている。だからコロナ後に何が起こるかって言ったら、より安い労働力海外から大量に流れてきますよ、流し込んできます。それによってどうするかって、大企業様の資本家様たちのコストをカットしていくんです。日本の中で置き換わっていきます、安い労働力に。それが広がっていったらどうなるかって言ったら、全体的に賃金の下降圧力強まりますよ。一体この国をどうする気ですか？保守を名乗りながらやってることはこの国の破壊。それどころか自分の議員バッジのために組織票や企業献金をあがめ、保守というよりも保身なんですよ。そんな者たちがこの国を破壊してきているし、破壊していく、これからも。そういった経団連からの提言の中には消費税も含まれております。経団連が何と言ってるか、2025年までに消費税は 19% まで上げろって言ってるんです。狂ってるでしょ。 19% まで上がったり、生活問題ないって人たちいらっしゃいます、この中に。かなり厳しくなると思いますよ。物を作って売ってる経団連が 19% まで上げろって何を言ってるんですかって思うかもしれないけど、とんでもない。もうこの国の中で需要がしぼみ切ったこの国の中で金儲けっていうことをまともに考えてない。逆に言ったら、自分たちが払うべきものをもっと下げさせるために、みんなからもっと取れっていうような力を強めていくために命令出し続けてる。つまり何かというと、今度の選挙、今回の選挙、結果として自民党がまだしても大勝ちするようなことになってしまうと、消費税は2025年までに 19% になる可能性高まります。一方で野党側、今回は消費税 5% に減税と言ってます。これ私の中でメインテーマなんです。消費税 5% にするか 19% にするか、社会保障関係ないよ。だって大企業に対する穴埋めだもん。それに加えてもう一つ問題がある。自民党政権がこのまま続けば、インボイス、この消費税についてインボイスというものが導入される。2023年から零細事業者、フリーランス、一人親方とか、そういう方々本当に潰しに来られますよ。何を言ってるかって言ったら、年の売上、これ1000万円未満の人たちは今消費税払わないでいいっていう状態なんですよね。けれどもこのインボイスというものが導入されることによって、その人たちも払わなきゃいけなくなる状況が作られていく。となったらどうなりますか。年間だいたい1000万ぐらい売り上げてるんですけど、そのうち仕入れが500万で、そのうち250万ぐらいが家賃なんですみたいな、残りの250万でなんとか生活をしたりとかしてますっていうところにも消費税かけるの？倒れますよ。生活立ち行かないですよ。そこ500万事業者ぐらいいるんですって。完全草刈り場にしに来てるんですよ。もう根絶やしですよ。心配するな、生かしといてはやる。そのレベル、そのレベルで政治繰り広げられたら、立ってられなくなるもの大勢生まれますよ。
結果どうなるかって、また社会にお金が回らなくなる、さらに厳しい状況生まれる。徹底的に使い捨てにしてこの国を荒らした上で企業は海外に行くのかって。じゃあ何なんだ、大企業に対して増税するようなことをしてしまえば企業は海外に逃げてしまうじゃないか、そういう方いらっしゃいます。間違ってます。